一応覗くという字に行きます。まず小里編を書きますね。上の方がお尻を出します。長さは下の方が長いです。この半分をにした時に上の幅よりも下の幅を広くします。そしたら縦を長く持ってきますね。辺よりも上から45度ぐらいで払ってきます。右もそれに合わせて45度で払っていきますね。まあ2つの線が収まってはない、ギリギリ収まるかぐらいのイメージで持ってくると良いです。だからなるべくここを、あまり開けすぎないように沿って伏せて 1.5 倍。この中心が必ず守って、辺よりも短くても大丈夫です。そしたら、上の方に2つの点を間隔を大体揃えて打ちます。